世の中の大多数の人はアクションにリアルなんか求めてないの。ファンタジーでいいんだよ。ダンスだろうがなんだろうがちょちょっと軽くこぼすよ。それはプロの仕事だろう。もともとは戦前に作られた亜鉛工場なんだけど、まあぶっちゃけ言うとちょっと訳ありでね。映画はフィクション、作り物なの分かる。この状況をリアルに切り抜ければこの経験は必ず敏郎さんの映画に魂を吹き込みます。誰だてめえ。今すぐでもお前を殺すことができる。だがやらない。なぜだか分かるか。俺はアクション俳優だ。じゃあ余計なことしねえでくんねえかな。こっちも無駄に兵隊痛めつけられちゃ困るんだよ。ファンの期待に応えるのが俺の仕事だ。ファン。佐久間敏郎さん、あなた俳優、アクション俳優ですよね。